ダメ、無理ほら言ったじゃんでもしかし使ってないかいその言葉で自分に返ってくるんでね貧乏になるんですよはい皆さんこんにちは投資を習慣化するお金のマネーサロン代表のろしでございますということで。 ね、今日はですねメインチャンネルでも以前ねよく似たお話を取り上げたことがあるんですけれどもいろいろね見てると豊かな人とそうでない人たちは頭のねやっぱ考え方が当然違うから収入も違うし人間関係も良好なわけですからね彼らのねやっぱりね口から出てくる言葉とか文章とかそこから態度とかもねやっぱり豊かな人とそうでない人と違うんですね。まあ、昔かから金金持ち喧嘩せずってて言いますけけど本当のの意味での豊なな人人ねお金だけじゃなくて人間関係も 的にも豊かな人っていうのは、まあ、そもそも怒らないしイライラもしないしこういったところもそうです。なのでそういったイライラもしないし怒らない人たちが使わない言葉あるいは彼らが使う言葉っていうのがあるんで今日はねその辺をベースにお話をしていこうと思います。 この言葉使ったりこういう態度を取ってるとお金持ちにならないどころか貧乏になりますよっ貧乏というのはお金の面だけじゃないですよ人間関係においても真摯メンタル的にもおいてもいろんな意味で不幸になるっていうのは僕は貧乏の定義だと思うんですけどね僕自身が今まで見てきた人たちの言葉使いも含めながら量子力学的な量子力学ってった難しいな引き寄せの法則って言ったら分かりやすいかな量子力学イコール引き寄せの法則なのでその辺ねちょっともうちょっと分かりやすいような感じで 今日話していいこうと思いますまず前半貧乏の人の口癖どんなのがあるか自分に当てはめて考えてくださいあるいは自分の奥さんお父さん彼氏彼女学校の先生会社の上司社長 部下出会う人この言葉を使っている人は貧乏になりますあるいはこれ以上も豊かにならない人なのでそんな人たちを見て他人のふり見て我が振り直せばいい金持ち喧嘩せずって言いますけどお金持ちはどんな口癖が普段から多いのかなっていうのも僕が出会ってきた人だけをベースに喋るんで必ずしも正しいかどうか分かりませんけど年間2000億ぐらいの上場企業のね行為にさせていただいている渡見重子の渡辺美希さんそれから美希さんの秘書とかスタッフの方々が使う言葉それからバリトン大富豪のマ丸ンさんがよく使う言葉それから。 川島塾の川島塾長がよく使う言葉それから本田健さん本田こうちゃんあるいは僕のお弟子さんのちゃんかみとかねなんかいっぱいいますよいろんなご縁の方もっといっぱいいるんですよごめんなさいね全部出せずにねあと松田美弘さん松田さんごめんなさいえら、ー、い最後におまけみたいなんだけどみんなね仲良くさせていただいててなんか本を送っていただいたりとか大体んだかんだとメッセージを送って相談をもとしたみんな答えてくれるね素晴らしい方々ばっかりです彼らがよく使っている言葉っていうのをね今回思い出しながら僕はまだまだ全然未熟 使えてないこともいっぱいあるんですけども努力してることも踏まえてやっていきますで、後半注意すべき名言を紐解くということで今日は一つ名言をベースにお話をしますさあまず前半一つ目からいきますけど貧乏な人たちがよく貧乏という言葉自体があんま好きじゃないんですけれども豊かじゃない人たちのことを貧乏じゃないですよ豊かじゃないだけだったら貧乏とは言わなくて貧乏というのは心もです人間的な部分も含めて貧相というかね貧相というのは貧しさが顔に現れている状態を 貧相って言いますけどそんな現れてきてる人じゃないですかね圧倒的に違うのはもう皆さんねご存知の方も多いと思います斉藤一人さん地獄言葉天国言葉というのがあれねこう出てると思います皆さん地獄言葉天国言葉聞いたことあるかなこの違いがまず圧倒的に多い貧乏の人たちっていうのは地獄言葉をやたら使ってるんですね具体的な話まあいろんな話があると思いますけどまず一発目ダメ無理ダメ無理一刀両断全否定する人あそれあかんと思いますとか ああ,あ,あ無理無理無理、はい、やり直して上司これもだいたいアウト全否定する言葉っていうのはその人がやってる行為とかその人の提案してきた話を否定してるどころか全否定というのはねその人そのものの生き方を実はね否定してるんですよダメとか無理とかっていうとどこが無理なんですかって話じゃないですか何を偉そうにやってるんですかとあなたは無理かもしれんけど私はできるかもしれないじゃないですかって思ってくださいその人ができなかっただけだからこれも僕地獄言葉の一種だと思うんですよで 例えばね「ほら言ったじゃん」とか「ほーらこのほーら応援せずに揚げ足取る人たちがよく使う言葉「ほら見てみいややめとけ」って言うたやん。 いいよ頑張ってるからなんで応援してくれへんかったんと思いません、ね、これも大体貧乏の人たちがよく使いますほら言ったやん応援せずに上げ足取るこれ親とか学校の先生とか友達にも多いじゃないですかやめとけ言うたやんいややめとけって言ったけどやりたいから頑張ってからなんで応援してくれなかったんですかと僕は個人的に思いますけどね豊かな人たち上げ足なんか取らないです頑張ってやってみーってできるかもしれんからとりあえずやってみようってさっきの一刀両なんだめ無理なんて言えへんおやってみようってやってみたかったらまずやってみよう1%でも可能性があったらやってみよう1%ある ことは100回やったら1回はできるかもしれないからやってみよう0.00001 00でもあったら可能性としてあるわけやからやってみると分からないじゃないですかねだからやる前から否定するといういろんな形での否定ですねこんな人たちは結局的にはね自分にはできないということを言い続けてるからその言葉で自分に返ってくるんでね貧乏になるんですよ3つ目普通はっていう人普通はとかみんなはしない普通はこうでしょみんなはこうでしょこれねみんなはとか普通はと言ってるけど自分の価値観なんですよ自分の中にある基準があって自分の 基準が唯一正しいと思ってる人が普通はとかみんなはそんなことしないという言葉をよく使われるんだけどいやいやそれはあなた自分の考え方を押し付けているだけでしょと。世の中に100人いてたら100人の正しさがあって100人の成功パターンがあるわけですよそのうちの自分がうまいこと言ってない基準で普通は普通の人が成功するか 普通だから貧乏になっていく人が多いでしょ頑張ってる人たちっていうのはちょっと普通じゃない人が多いんですよ。だから貧乏の逆はお金持ちでないと思うんですけども、この間にいろんな人がいると思うんですね。でもお金持ちになってる人ほどちょっと変わったことをやってるし、貧乏な人もやっぱりちょっと変わったことをやってる。凶暴が今言うてるようなことですね。そから4番目。なんでなんでできへんのみたいな。 初めかからできる人なんかいなななないいいいじゃないですかか思わないみんめらいやそう言うてるけどあなたやったことあるんですかできたことあるんですかいや俺はやったことないしできたこともないけどじゃあなんでできないのって何で聞くんですかあなた自分ができたんやったらどうやってできたか教えてほしいんですけどこんな偉そうに教えてくれる人に言うたらあかんでよくありがたいなのが教えてもらおうと思ってるくせに自分はお金払ってるから自分は偉いみたいに言うてなんか偉そうに喧嘩ふ吹っかける人とか世の中いっぱいいますよねまあ,あのかわいそうな人なんですけどそんなことおかしいと僕 そこは5番目うちの会社は「てんてんて」うちの嫁は「てんてんて」うちの主人は「てんてんて」パパは「てんてんてん」仕事の愚痴家族の愚痴人間の愚痴とか含め愚痴言う人愚痴の言葉これも地獄言葉ですよ文句たらたら愚痴言う人お金持ちで愚痴言ってる人聞いたことがない。 ね愚痴の量が多ければ多いほど僕は貧乏になっていくと思うんですけどねんで貧乏思考だからお金がない状態でえ文句言う,言うわけですからうまいこと言ってないからうまいこと言って人間関係とかうまいこと言ってない会社を余計否定するわけですから否定するところに自分がいるっていう状態があるんですけどねあと地獄言葉6番目でもしかしだが鼻から聞く気ないでしょ一生懸命相手がこういろいろしゃべってくれる。 話、ねうん、しかしもう全否定鼻から聞く気ないやん相手が一生懸命しゃべってる間にずーっと自分の論理がぐるぐる回って相手を否定するための論理一生懸命作ってるこんな成功者僕見たことない自分がね面倒見てるお弟子さんとかがさらに上に行く時にちょっとヒントあげると「あよしちょっと違うな」。 ここらはわかる。でもっていう、このデモ。気をつけないと僕はね、あかんと思うんですけど、皆さんここまでのことを使ってませんデモとか、しかしとか、無理とか、ダメとか、なんでそんなんすんねんとか、なんでできへんよとか言ってないですかあと、よく僕の身近な人にもよく言うんですけども、7番目、お金がない、時間がない、お金がない、このままでは大変なことが起こりそうです。時間がない、忙しい、友達がいない、寂しい。もうこれもそうですよ。ないことにフォーカスしてる、初めからね。ないことにフォーカスすんでから、それはないことが起こるに決まってるじゃないですか 非共生の法則でですすよ量子理論的に言うと当たり前ですよ僕らの周りにはねここにも字出てくると思いますけどあらずっていう非っていう感じと否定の非っていう感じと不憫の不不可能の不っていう感じと没収の没っていう感じと 未だならずの未発達の未っていう言葉と無完了とか無理とかっていうないっていう言葉現代ねこういった接頭語っていうのがここに出てるこの中で特に無夫未非っていうのは特に4つよく使われる言葉なんですけどもこれらの言葉っていうのは地獄言葉に転換されやすいですね使ってないかい否定語非って入ってるわ定かでない状態の言葉これ他人を否定する否定語使うとね他人を否定することになる不満 不,満不評語何かに不満とか何かと比較して文句とかっていうようなパターンですよね評価比較することであっちの方がいいだからこれは良くないみたいなこういうのも地獄言葉につながる考え方とかあり方から出てきてるように感じますあと愚痴語愚痴ないことにフォーカスしてるないことにフォーカスすんなよなんて生かされてるやんお布団あるやん雨降って文句言いないやん雨降ってるおかげで食物が育ってご飯食べさせてもらってるやん会社に文句いいないやん文句言えたら給料 もらいなやんか奥さんに文句言いなやん結婚してくれたやん子供面倒見てくれたやん一緒に育ててくれたやんご飯作ってくれてるやん掃除してくれてるやん洗濯してくれてるやん一緒にいてくれてるやんそれだけでもええやん愚痴ばっかり言う人愚痴愚痴言う人はこんなところができてないあとは避難後ミスを責めるなじる何やってんね何でできへんね何回言うても何回言うてもできないんですよみんなはじめは。 こういった地獄言葉を使ってる人らが貧乏になっていくというそんな風にね、僕は感じるんですけどね。お金持ちってね、そもそも幸せを追求した結果 お金持ちにななってる人たちが大半なんですで金金金って言ってお金持ちになったなりきみたりって結果的にお金なくなっていくんかなくなっていかない努力するのに必死なんですよ。普段からそもそも幸せな人のところに人が寄ってきてお金運んできてくれる。だから普段から愚痴とか不平とか不満とか不評とか評価とか分析とかこんなことダラダラやってるそんなの幸せのかけらもないような人のところに人は寄ってこないしお金はやってこないですよ。よく一人ぼっちで寂しいとかっていう人。あの申し訳ないけど ネガティブなんでしょ普段から人間が寄ってこないようなこと人が寄ってきて何々さんに会いたいな何々さんのそばにいたいな何々さんご飯にそ誘いたいなと思われてないから一人ぼっちなんでしょ今皆さんこれね聞いてる時に部屋で一人ぼっちの人もいるかもしれないよねなんで一人を選んでるのか自分で選んでるように思ってる人そうじゃないかもしれないあなたは一人ぼっちに刺させられてるのかもしれない自分で選んでるんだけどねそれをあなたが否定語貧乏語地獄言葉をたくさん使ってるがために結果的には一人ぼっちになってしまったのではない ないかなと思いますね普段から感謝してあることにフォーカスしてたらそんな寂しいエネルギーがない状態で落ち込まないと思うんですけどねどうどう思います、うん、さあここからですね金持ち喧嘩せずのお金持ちがよく使う口癖8選やっていきましょう、うん、まず1つ目ありがとうまあ当たり前のこと言ってごめんなさいただねリバジャパンという株式会社がありますリバジャパンここ出てると思うんですけど調査したその話ありがとうと声に出すんですよ紙に書いてもダメですよありがとうと声を出して伝える人ほ 幸福感がとても高くて年収が高いというのは統計が出てるじゃんですよもう一回言うよありがとうって 心からちゃんと周りの人に伝える人のいつも幸せで幸福感を味わえて年収が高いわけです実際統計で出て一日四回以上ありがとうって声に出す人は四回未満ありがとうってほぼ言わない人と比べて年間で年収だけで二十万以上差があるってことが分かってるんですけど皆さんどうします今日何回ありがとうって言えましたこの動画撮り終わるまでに二三十回ありがとうって言ってると思うんですよ今こうやって聞いてもらえてるありがたいなありがとうって思ってるしありがとうみんな見てくれてありがとう 聞いててくれてありがとう、いいねボタン押してくれてありがとう、チャンネル登録してくれてありがとう、友達に勧めてくれてありがとうとずっと思ってるし、口にも出すし、思ってるだけじゃだめよ、思ってるだけでもありがとうっていうエネルギーがそれは周りに伝播しますよ、伝わっていきますよ。でも口に出すってむちゃくちゃ大事じゃねえ。あなたは私のことを愛してるの愛してるよ。どこが証拠は証拠態度で示してよ。そんなこと言えるかいや、言わながらね、ありがとうって、愛してるよって、これもむちゃくちゃ大事なんですよ。今日一日ほんまに何回ありがとうって言いました。僕はあの今日だけで普通に100回以上言ってると思いますけど、今日もしね、まだ思い起こし、 もも1回もありがとうって言えるような状態状況に出会わなかった人もし出会ってても言わなかった人恥ずかしいからとかはい貧乏はいもう貧乏定着まっしぐらありがとうってねあることにフォーカスしてる人しか使えないことなんですねありがとうにフォーカスするありがたいながありがとうなんですよ一発屋はこれが言えない自分だけの力でバーっと来た人は周りへの感謝がない自分の力でここまでお金持ちになったり豊かになってると思ってるうまくいってる時もそうでもない時もありがとうって言えてるからうまくですうまくいってる 言ってないなな人人ほほどど貧乏ありがとうって言わないですうまくいってないこともあるんです人生の涙からでもそのうまくいってない時にも周りにありがとうなってこんな状態になってるけど声かけてくれてありがとうなって奢ってくれてありがとうなって優しくしてくれてありがとうなメールくれてありがとうな年賀状くれてありがとうなって心から思って一人ぼっちで部屋で年賀状見ながら「お伊豆市ありがとうな年賀状くれての橋本年賀状くれてありがとうな橋本うちの税務やりながらボンクレーンちゃんと物を送ってくれてありがとうな」参加者の皆さん日本酒ウイス スコッチ美味しいお茶オーガニックのお米お野菜果物ありがたいなみんなありがとやでありがとやでって今日僕どんだけ LINE とメッセンジャーでありがとうって書いたかどんだけ口で言うたかこれほんまにこれが聞くって知ってるから僕言いまくってるんですよねで言いまくってると言いまくってる状態になるんです脳みそはこれほんま大事やから人間の脳って口で地獄言葉言うたら脳ってそれを鵜呑みにしてそういう波動というかここから振動数電磁を出すんですからでそういうことが起こ 2つ目「面白い」「さすが面白い」「否定語がない」。 否否否定定定語語ががなないいってつまりあるってことでさっき言うたよありがとうのあると一緒や自己肯定感が高い人ほど人のことをね受け入れれるんですよ妬んだり羨んだりしない誰かがうまいこと言ってるいいねが多いフォロワーが多い誰かの方が収入が多い同窓会であってもなんか負けてる勝ち負けこういう人って勝ち負けの感覚で人と比較して劣等感に陥る人って基本的に自己肯定感が低いなんであることにフォーカスしてありがとうって言ってないから結局はこれを普段から言ってる方は自己 肯定感が高いだから私は私子供もで十分毎日幸せだなと思ってるから人がうまいこと言ってるやつを羨んだり妬んだりしないの代わりに言うのがすごいな さすがやな。やっぱり違うな。松田美宏さん最高。ほんまに思うし言える。本田コちゃん相変わらず動画見ても優しいし、上手にしゃべるような、僕こんなふうにしゃべられへんなと。本田健さんもね、初めて会ったのも二十何年前ですけど、相変わらずあの空気感、僕マネできへんもんね。そもそもマネできない、違う存在だから。 ななんかできるわけがないだからその存在自体に OK すごいなでもちょっとでも同じような形で世の中に役に立てる人間になりたいなって思ったから二十何年前本田健さんに会ったからちょっとでも近づこうと思って努力したわけですね近づくっていうのは彼に近づくんじゃない彼みたいな在り方に近づく違う生き方だから当たり前だからそれをやっていってる途中も彼の本も読んだけどあんなふうにできなかったですねやっぱりずっと否定周りを否定してました自分以以上ににでできる人以外にはすぐ否定ししてましたなんでかというとう 僕ぐらいになってほしい僕と同じスピードで僕と同じぐらい頑張ってほしいそんなん無理やん僕ら24時間体制で頑張って働いたからでもそれをみんなに求めてしまうとできない人を否定してしまってただから「さすが」とか「おい頑張ってるや」って言えなかったですね「なんでできへんねん」って「おまたか」 とかこんな言葉ばっかり言ってた今から考えたらほんまわかるお金は増えていくねんけど人は離れていくこれずっと繰り返してた肩やんお金もある人も寄ってくるもあるある人見てた、ね、ある会場行ったある有名な人周り誰も寄ってない収入多いのに僕の周りにいっぱい来てた。 これは比較対象で言うと彼より僕の方が肯定語天国言葉が多かったからだけだ。でも僕がまた別の人といると僕の場に誰も、ね、みんな違うところに行ってた。なんでかなって。僕のお弟子さんね僕よりもすごい結果出してる子はいっぱいいます。オーストラリアに住んでるチャンカイマさんかいますね。芸名というか分別名かカマタって名前になってるん、ね、ここが YouTube で画像出てると思います。彼なんかお金と心の専門家で引き寄せの専門家みたいなことずっと彼はやってましたね。彼のとこみんな集まるんですよね。すごいな。どっかで値んだり売んでた気持ちあったかもしれない。 今全くないほんままっったくなっなないいいよよ頑張て偉と思いますよシンガポール行ってるお弟さんらドバイに行ってる仲間たちフランスドイツにいる面倒見た子たちもみんなそうですさすが面白いそして3つ目これすごいすごいやんいい評価自己肯定感がこれも高いからできるどっから来たん京都すごいやん何がすごいのそんなんどうでもええねそれよりもすごいやん京都に住んでるってすごいやんどっから来たん岐阜すごいな遠いとこから来てんな 君仕事何やってんの看護師。大変やん。すごいやん。頑張ってるやん。こういうふうに、誰が、誰をも否定なく、肯定的に受け入れて褒めてあげれるというか、褒められたら嬉しくないですか褒められるっていうことはね、相手むちゃくちゃ喜ぶね。で、人を褒めるっていうことってね、自分を褒めてることになんね。次が、ごめんなさい。すまん。常にね、いろんな、頑張ってたらいろんなことありますよ。失敗もぇ思うほどあんねん。けど、その中で、相手を責めない。自分自身の選択に自信がある人っていうのは、 自分のミスをいつでも謝れんねん。あえて攻めへんねん。なんかごちゃごちゃして失敗しても、おう、マジか。大変やったらよう頑張ったんやけど。すまんすまん。俺の言い方が悪かったんって言えるからでた、ね、なかなかててんやけど。すまんすまん。俺言い方が悪かったんやったらっんやけど。すんすまん。俺かこんなあかんあかん。お前よう頑張ってるからええんちゃうか。もう一回やってみたらええんちゃうって言えるようになった、ね。同時に自分のミスも言えるようになった。ごめん、俺の間違いや。ミス。すまん。そしてその後に、すまん。ご苦労さ手伝ってくれって。これもうセットで言えるからですね。続いて、命令しない。 命令口調よりも頼む姿勢の人が多い本田健さんね、何回も出してごめんなさいね。本田健さんからね、直に幸せな小金持ちってね、彼、本書いてるじゃないですか。幸せな小金持ちって名乗ってもいいよってね、多分日本で唯一言われた人だと思うんですけどね。認定服でだからこの本出したんです。幸せ基準ってことねごめんね、ちょっと宣伝しちゃってね。本田さんもそうですけど、彼、事務所の代表とか会長とか社長って書いてないですね。彼の名刺、本田健としか書いてない。アイウェイオフィスにてなって、その中でみんな病棟。だから、命令口調なんかないです。頼むんですよ。ちょっと頼めるかな。 相手の尊敬のね上下関係よりも仲間意識を大事にする上下関係というのはあるんですよある程度あるんですでも自分の大事な仲間を踏まえた中で必ず命令口よりも頼む姿勢ができてる人っていうの方が僕は豊かなお金持ちに多い気がしますけどね僕のねお知らせの飲み友達で僕の YouTube の不安で不動産いっぱい持ってる高野公務店の社長さん高野社長さんいるんですけども金よく言いますよ見てたらすいませんあの生きさんちょっと頼めるかなみたいな丸尾さんもそうですよごめんちょっと頼め これみたいな,みんな頼んです、ね、これやれとかやっといてくれるかな時間ある頼めるこれ無茶大事。それから続いてよくあるのが先にやっておきましょうとかあるいはもう言う前にやってる後回しにしないついでの法則って僕呼んでるけど何かやるついでに片っ端からやるんですねこういう人ってやっときましょうかってもちろん言うしやっときましょうこの前にもうやり終わって、ね、ちょっとあのあれやっといてあもう終わってますこの先にやっておきましょうまあ魔改しといてくださいこれもよく言いますよね。とかあとよくやるのがとりあえずやってみようか。問題点。 課題っていうのはやってみてみ初めて分かるとみんんな知っっててるるですよお金持ち辞める選択どうしようかやめとこうかってならないです成功者とかお金持ちは辞める選択よりも試してみる思考試してみてどこがダメなのかどこがうまくいくのか自分に合ってるかどうかもやってみないと分からないじゃないですかだからとりあえずやってみようっていうのもお金持ちがよく使いますね逆のことを言うと貧乏な人らは使わない言葉かと。 あと僕もよく使うし彼らがよく使うのがメッセンジャーとか LINE とかでも来ますけど最近生きんどうしてんの何してんの自分にもパートナーにも常に聞く習慣つけた方がいい成長するために変化に対応するための模索学習を意識してるかってことですた最近何してんのどんな変化があったんこれは自己成長これ人に聞くっていうことは自分も刺激受けるこういったことが僕はお金持ちの人たちがよく使ってる言葉なような気がしますということですねさ後後半最後もももう時間もね尺もなくなって てきましたけども注意すべき名言を紐を解くということで脳科学的な話をさせていただこうと思いますでもこれは有名な言葉ですけれどもね思考に気をつけなさいそれはやがて言葉になるから言葉 プラス言葉いいというかな同じ言葉でも言葉の使い方が下手だと人を攻撃したり人をなじったり人に高圧的になったりします思考に気をつけなさいいつかそれは言葉になるから言葉にも気をつけなさい普段何気なく使っている言葉にも気をつけなさいそれはいつか行動になるから普段やっている行動それを気をつけなさい同じ行動を続けているといずれそれは習慣になるよ習慣に気をつけなさい何時に起きる食べ方歩き方座り方席の譲り方そういうこと全部含めて 気をつけなさい習慣はやがて正確になるからそして性格はいずれ運命になる。 マザーテレんの言葉だったんじゃないですか皆さんの運命って皆さんの思考が決めてるんですよ皆さんの思考が言葉になり言霊となり繰り返される言霊はやがて皆さんの行動となりそれは繰り返されて習慣となってあなたの人生そのものを形作るっていうことが分かった脳科学的に言うと悪いことを言ういいことを言うどうなるか悪いことを言うと喋ってるうちに脳内で快楽ホルモンが出るんですね悪口を言うってことは誰かを貶めるということで自分の方が優位になってるという感じです 今日言った否定語っていうのは必ず相手をだいたい貶めるんですねその結果脳内で快感ホルモンドーパミンっていうのが出るこれはすごい中毒性があって気持ちよくなるから悪口言うと気持ちよくなる自分は偉くなったような気になる全く偉くなったのにだんだんやめられなくなるだから悪口言うたり陰口言う人たちってずーっと脳でねマリファラみたいなのが出てるんです結果的にそういうのが出てる状態の空気感とか匂いとか電磁波が同じように悪口言う人らで集まってそうそう私もそう思うねっていう人がいっぱい集まるわけですね 人間ののの脳にには誰かへ悪悪口口がが自分自分身の悪口だと無意識に取り込んでしまう機能があるつまり人に言ったことなのか自分に言ったことなのか分からないですよ。ありがとうって言ったら誰かに言ってるわけですけど自分の脳って聞いてる自分がありがとうって言われたことになるであなたイケてるやん。これ自分に言ってるんですよ。鏡なしゃべってるのと一緒。これが知らん間にこういうネガティブな悪口とか陰口言うてるとドーパミンが出て悪いこと言う習慣が広がってしまって知らぬ間に周りが同じような仲間が来て「教官しなすやろせろ俺も そう思っっててててるって言ってる間に自信とか幸せな気持ちをどんどん蝕んんででいくんです自分ができるような気持ちになれない人間になっていくわけですよ。自分に自信がなくなっていくと今度は自尊心を守るために周りをもっと悪口を言いたくなるわけです。人の悪口言ってる時ほど自分の欠点を忘れることができる上に相手よりも自分の方が上やと思い込めるからあの人ってね、もうこんなん言ってるやつアウトです。この風のスパイラルにはまるとこのドローンのまからは僕らは抜け出せなくなるっていうことが分かります。スポーツの試合 でもそうですよホームランでも空振りしろとかと思って皆さん阪神・巨人戦見たりとか相撲でもサッカーでもそこで外せとかって思ったことないですか相手がミスればいいのに相手のシュートが外ればいいのに空振りしたらいいのに知らぬ間にあなたは自分自身の脳に悪影響を実は与えてるってことですね結果自分のプレーにネガティブなことが起こる。ゴルフ こいいいつのの OB したらいいのに結局自分が最終的には負けることになる。有名な話、ゴルフのタイガー・ウッズは、ここ一番の大勝負の時に対戦相手の球が入りますようにって祈るんですよ。入ったら負けるかもしれんのに、入りますようにって祈れるんですかね。このメンタルすごくないこれは自分に絶対なる自信があるからしかできないことだと思うんです。皆さんぜひですね、もし幸せになりたかったら、貧乏から出したかったら、周りの人を妬んだり恨んだりするよりも、彼らを褒めたり、彼らを応援する、この姿勢。 言葉遣いを選ぶことををぜひ心がけることとお勧めしますということで今日の話が役に立ったない方ぜひ、ね、いいねボタン高評価ボタンそしてチャンネル登録もよろしくお願いしますさあこの続きはメンバーシップ登録にてお話しておりますなおオンラインサロンの方ではもっとリアルにオンラインコミュニティ僕と一緒にリアルにですね会ってお話をしたりお茶会やったりキャンプ行ったり旅行したりするね企画いっぱいありますぜひねメンバーシップではたどり着けないうちのサロンハッピーライフコミュニティの方にも入ってみることをお勧めしますということで 今日はこれにて今日も皆さん笑顔で いいいいっってららしゃいはいはい、皆さんんここででななとお知らせでございますなんだかんだと頑張りましてねこの40年以上にわたる僕はですね投資でまあまあ成功してる人なんですねもうご存じの方も多いと思いますこの投資手法なんとニュースとか難しい用語とか言葉全く不要なんか嘘みたいな本当なんの話なんと勝率80%平均を超えるというですねこの手法を皆さんに今回公開する運びとなりましたえこの動画を見られてる方もう本当に貴重な体験をされると思います2つのコースが実は用意されていて 1> 1つ目まずこれはライブコースというコース僕並びに認定講師それぞれ皆さんね勝率90から100%というねアホみたいな夢みたいな嘘みたいな人たちが皆さんが実際に株とか為替を取り消すのを添削するというねすごいコースをやっておりますただこれね半年に1回しかやらないためにね満席が多いんですねだから皆さんのご要望に応えてもう一つ用意しておりますそれがなんとオンラインコースこれはいつでもどこでも自分のペースで好きなように何回も繰り返す学べるこういうコースこの2つのコースをね 今回用意いたしましたので、ぜひ皆さん時代は投資です。貯金に預けてもお金は増えない。金庫の中にお金を入れといてもインフレで減るだけ。ぜひですねこのチャンスに自分のお金を自分で増やすそのことに取り組まれることをお勧めします。ということでお申し込み待ってるよ。はいみなさんこんにちは。お金の YouTube チャンネル代表の生き息しです。動画はいかがでしたかね。お役に立てますかね。この YouTube チャンネルはお金に関する経済に関する豆知識や税金の話やお金の稼ぎ方儲け方増やし方そういったことをねリアルに僕が して今実践してることをねこの動画でお伝えしているわけですただこの後に実はですね投資お金運用をね習慣化日常化してしまうためのオンラインサロンを作ってますこれがすごい富の構築エグゼクティブマネーサロンねここにちょっと出てるかもしれませんけれどもこのサロンではですね平日毎日朝ですねその日の株式僕が選定したりねいろんなとこから得た情報をベースに作ったその日どんなふうに株が動くのか為替が動くのか株と為替とか暗号 交通かそれから金それから不動産それからいろんな代理店ビジネスだとかいろんな皆さんの日常にありがちだけども皆さんの耳に入ってないような最新情報ですね毎日最新の株と為替の動向を必ずねほぼほぼ365日のうち平日毎朝流れていきます是非ですね皆さんこのチャンネル登録して投資と運用をですね日常化してほしいなと思いますそれではチャンネル登録だけではなくオンラインサロンの方もね概要欄に貼っておきますので覗いてみていただけたらなと思います てなわけで、それでは現場でお会いしましょう。今日も笑顔でいってらっしゃい。